大須海岸から見た、金磯部財転のある、弁天山金磯部財転は、徳島県小松島市か内祖町に所在する、仏道。本尊は、別財転。四国八十八箇所十八番札所山寺奥の院。農協及び、三陰の授与は、温山寺にて、一帯は、弁天山と呼ばれている。東部財天道の来歴は、以下の伝承による、 平安時代前期の延暦年間に、恩やマデラで修行を行っていた空海が、東の方の島に、流氷を見つけた。そこで船を借り、その島に上陸した。すると、かんばしい梅の香りとともに、美しい音楽が流れ、火料瓶画が飛び交っていた。そこに美しい姿をした女神が座っていた。空海は、女神と一晩、飽和を交わした。夜が明け始める頃、 女神は、私はこの会場を守護する、ベザイテンである。と言った。そして、夜が明けるとともに白流となって海中に帰っていった。その後、空海はこの丘にベザイテンを祀った。この地に、仏道が構えられたのは、戦国時代から江戸時代初期の頃と伝えられている。仏道は、御山寺の奥の院となり、紀伊水道の海域を守護している。仏道の脇には、 丘陵があり、宝来山という。ここには亜熱帯性植物の赤号が自生しており、徳島県の天然記念物に指定されている。幕末の文久3年には、地元の特農家であった、ただ宗太郎が死費を投じ、この丘陵上に弁天散歩台を築いて、徳島藩に献上した。なお、宗太郎はこれにより、死分に取り立てられた。ありがとうございます。